い、どうも秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回は君子談笑ということでですね、阪神の9レース土曜日の、3歳1勝クラスの牝馬限定戦、こちらの予想をしていきたいと思います。牝馬限定戦にして芝 1800m、この 1800m って距離はスイートピーステークス、オークストラリアルと同じ距離で、そしてオークスじゃないや、桜花賞より長いということで、これがね、オークスの方につながるレースになるんじゃないかなと思います。もちろんここで勝ってね、ワンチャン抽選とかでね、桜花賞出られるなんて年もあったりはした気がするんですけれども、それより桜花賞トライアルに向けての前哨戦と見てね、こんな感じで予想してみました。まずはですね、今回の軸なんですが、ネット競馬想定5番人気ハッピーオーサム、こちらでいきたいと思います。前走ね、昇級初戦というか、勝ち上がり初戦でね、いきなり重賞に挑戦して、6着と着順だけで言えば人気落ちてますけれども、実際には約2馬身差かな 0.3 秒差。そこからね、福永への乗り換わりという点も含めて、ここは勝負に来たなというふうなことでね、狙っていきたいと思います。そして3番テーオーラフィット、ダートで勝ち上がり、ただその前が芝での新馬戦3着ということでね、サンデーのインブリードで芝でもなかなか走りそうな馬ですし、芝のデビュー戦も馬場が渋ったとはいえ悪くなかったということを考えると、ダートで堅実に勝ち上がってきたけれども、ここで芝でね、もう一回結果を出せばオークスも考えられるんじゃないかなということで狙ってみたいと思います。そして4番バリコの夢、ウィンバリアシオン3区ですね。前走ちょっとね、重賞では負けてしまったんですが、その前でね、芝にだいぶ目処が立ってきましたし、そしてね、この距離もいいと思います。勝ってね、なんとかこう再度クラシックへと言いたいところなんですけどね、小沢騎手、新人騎手ってことでね、そういう感じじゃないのかなって気もしてきてしまいますが、逆にこの騎手で勝つようだったら、次こそ、その次にね、オークストラリアルでもまた乗り換わりには当然なるでしょうが、期待できるのかなということで、もう一回紐に拾っておきたいと思います。そして8番パタゴニア、シルク、つまりノーザンファーム系でルメールに騎乗以来という点で安定して信頼はできると思います。ただね、前走逃げ切って勝ち上がってきたことを考えると、逃げ馬のその次のレースは期待値が低いんですよねというところを踏まえて、ちょっとね、紐までの評価にしてみたいと思います。そして9番マリア・エレーナ、金子血統ですしね、もう代々続く金子血統、前走オープン4着に来てますし、金子さんもそろそろまたオークスもということでね、狙ってみたいなというふうに思います。そんなわけでね、こういった形で常々いろいろな予想もしていきますので、またね、こちらの方のチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。G1 の方はこちらフェガム TV メインチャンネルで上がってますので、そちらと合わせてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。